藤枝駅は、静岡県藤枝市駅前一丁目にある、東海旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は、CA22。運行形態の詳細は、東海道線を参照。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを有する地上駅。一番線が副本線、2.3番線が本線となっており、 一番線は一部の上り普通列車がホームライナーを退避するために使用していたが2020年3月14日のダイヤ改正から使用されなくなった。このほか、数本の側線を持つ駅の南北を結ぶ京上駅舎を備える駅長駅員配置駅である管理駅として6号駅を管理している駅舎内部には JR 全線切符売り場が設置されている また、一番線ホームに設置されている、レンガ作りの油湖は、貴重なフランドル済みの建造物である。南北自由通路整備と、京上駅社改築により、完全、バリアフリー化された。工事により、南北自由通路に、エレベーター2機、エスカレーター4機、公衆トイレ2カ所、音声誘導システム、休憩コーナー1カ所が整備された。また、京上駅社内には、 エレベーター1機、エスカレーター2機、トイレが1カ所整備された。静岡県東京年間によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。藤枝塾とは北東に約3キロメートル離れている。藤枝市は、藤枝駅周辺にぎわい再生拠点施設整備事業の一環として、市の所有する駅前南口の土地の開発計画についてコンペを行い、 2006年に有限会社新日報を事業者に選定した。その後第1期事業と第2期事業に分けて再開発事業が行われた。なお正式なプロジェクト名は藤枝駅南口西地区 ABC 外区開発事業である。第1期事業として複合商業施設を折れ藤枝が2010年に開業した。施設は地上9階建てで コンビニや飲食店などの商業施設に加え445台を収容する自走式駐車場からなる。またビルの壁面には大規模な LED ビジョン、オーレビジョンが設置された。第2期事業としては、ホテルオーレが整備され、2016年に開業した。地下1階、地上14階建てで、ホテル館内には、レストランやサロンといった複数の商業施設が設けられている。オール藤枝だ。 ホテルオーレ共に思考は安藤狭間、ま、設計、管理は松田平田設計がそれぞれ担当した。ホームライナー静岡、ホームライナー浜松の隣の停車駅は、東海道線を参照のこと。ありがとうございます。